平野紫仕様、ハイブ遺跡の舞台裏と飛べ選択理由。音楽活動の未来に注目。ソロキャリアを築く彼の決意。滝沢秀明氏の新会社、飛べのもと、元キングピンス以下、キンプリの平野仕様と神宮寺雄太がファンに向けて情報を発信し、音楽活動に関しては動きが見られません。しかし、平野が飛べ入りを選択する前に、 背部への遺跡の可能性が存在していたことが明らかになりました。本校では平野の遺跡についての舞台裏や決断の背後にある理由に迫ります。平野氏洋背部移遺跡説の背後には何があったのか。今年5月22日、平野氏洋は金プリを脱退し、ジャニーズ事務所を退所しました。その際、彼の進路について多くの噂が流れました。 特に注目されたのは、韓国の大手プロダクション、ハイブへの移籍説でした。具体的な話は出ていませんでしたが、週刊誌でハイブへの名前が取り上げられ、現実味を帯びた話題となりました。しかし、その後、6月下旬には、週刊女性、氏が平野と神宮寺の飛べ入りを報じ、翌月には公式 YouTube チャンネルで正式発表が行われまし、 この急転直下の展開には驚きましたが、当時の平野には、背部への遺跡も選択肢として考えられていたようです。平野仕様の遺跡先選択の背後にある理由。平野仕様が背部をを蹴り、戸べを選んだ理由については、交渉の舞台裏で明らかになっています。 ハイブ側は平野に対しソロアーキストとしての活動を期待していたと言われていますが、条件面での折り合いがつかなかったとのことです。平野は飛べでの音楽活動に重きを置いた結果、滝沢氏のもとでの新たなスタートを切ることを決断したと言われています。ハイブをととべ、どちらを選んだとしても、平野はグループではなくソロアーキストとしての活動を模索していたようです。 しかし、戸部での活動が彼にとって最適な選択であると判断され、その決断が実現しました。戸部での音楽活動の行方。現在、平野氏洋と神宮寺勇太の活動は、SNS の更新が主な情報源となっています。また、岸ゆ太も9月末にジャニーズ事務所を退除し、戸部入りが確実視されています。これにより、平野、 神宮寺、騎士の三人での音楽活動が、戸部の未来を担う要素となるでしょう。ハイブをと飛べ、どちらに転んでも、平野潮はソロアーキストとしてのキャリアを築きたいという願望を持っていました。しかし、条件や将来のビジョンに合致する選択をするために、飛べへの参加を決断しました。これからの活動がどのように展開するかに注目が集まります。 結論。平野紫耀のハイブ遺跡説が浮上した時点から、渡べへの参加が発表された現在まで、彼の音楽活動には注目が集まっています。ハイブを飛ととべ、どちらを選んでも、ソロアーキストとしての道を歩む決意をした平野紫耀、彼の新たな音楽活動が、ファンにとって待ち望まれていることは間違いありません。 これからの彼のキャリアに期待し、その成長を見守りたいと思います。